俺これ極めたくなっちゃった。ちょっとロケットスターもいいけど次に極めたくなる。え、マシーンはジェットスターだわ。シティトライアルでもジェットスターやりてえわ。俺ジェットスター乗るわ。ということでCPU レベル9にして、じゃあ黄色カービィで行こうかな。さすが裏曲。じゃあ今回は特に何もスタジアムランダムなんで、最終的に乗り換えるのジェットスターで行こう。絶対楽しいと思うこれ。僕の考えた最強のジェットスターって何だと思う？何狙おっか。まあまあ最高速とかねまず取っといて、なんだろうな。あぶねあっぷねあぶねあぶね。せっかく頑張って終わったのにマイナスアイテムだった時のがっかり感。これがシティトライアルなんだ。いいですねいいですね。でそうだな、あのマシン見かけたらいらないマシンをどんどん割っていこうか。でチャージマシン、チャージタンク、暴走。これさあこれ早すぎだな、早すぎて。あでも意外と取ってもいいのか、このチャージマシン暴走、チャージタンク暴走。あいいね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 。意外と取れるよ、意外と取れるかも。広大な宇宙が何もかも忘れさせ、何それ、宇宙、宇宙ってなんだ。多分まあこれシングルレースだと思うんですけど、だからこそやっぱりさ、あのジェットマシン、ジェットマシンじゃねえ、ジェットスターちょうどよくね。しかもジェットスター乗るんだったら飛行でちょうどいいじゃないですか。ちょっと俺の最高速取るんじゃないよ。重さも取っておきつつ、ジェットスター探したいな。不要な、あ、危ない危ない。おお、うまく取れたよ今。マイナスアイテムを全部回避してので最高速も取っておきつつ、チャージタンク暴走、意外と制御が効くとか分かった。さっきまあちょっと見かけたけど、見かけたら取ってもいいの普通に。これワンチャンありえるぞ。ないか。でね、あー最高速ある、最高速、あー取れねえか、くそー。どうしよっかな。天ぷらそば。シングルレースになると防御とか攻撃とかいらなくなるよね。あとね、ちょっとコメントいくつか見させていただいてるんですけれども、ゲーム速度遅いでね一回やった時あるじゃないですか。あれなんか意外と評判良くて、まあ、もちろんね普通のも見たいっていうね、そういうお気持ちもわかるんですけど、ちょいちょいなんかゲーム速度遅いでね、こうまったりシティトライアルやるのもいいなーなって思った次第でございました。重さ取っといて、あ最高速あれ取りたい、あれは取りたいぞ。よし、こうなんかこうたまーにはゆったりとさシティトライアルやりたいなーなんてことがあったら、じゃあ遅いでやるわ。遅いと、もうちょっと取るんじゃないよもう。どんどんどんだ、これを割っとこっか。ジェットスター今回乗りたいからフォーミュラー割っといて、壊れねえな。オッケー、壊れねえ壊れねえ、壊すの難しい。まあほっといても多分ね上にガシャーンなると思うんですけど、全然壊れねえ。よしよしよし、で旋回も取っておきつつ、そろそろジェットスター見かけたら割っていきたいよね。天ぷらそば、俺天ぷらそばのチェッカーって取ったっけ。なんかもうほんとクリアチェッカーを無意識するようになっちゃって、なにこれ。スピンしながらこれ、もしこんなことになるの。お、この空の色は相手も許さない。タックどこ行った。地下大体地下なんだよねタックって。あ今行った、違うな。トゥントゥントゥン、上か、上っぽいな。地下にいねえってことは上か。でてててるでるでててるでるでてでるでて、あれあれ地下上かな、さらに上ってこと。あれどこだ、こっちだよな。でててててるでるでてでるでるでて、あやっぱ地下か。なんだ、あいた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 、今いなかった、あれ今いなかったっけ。なんか目の錯覚でも起こしてるの俺。なんでいないんだこれさ、左下のマップさ、どっち向いてるのか分かんないといけない。どこどこタック。恋は盲目、どこだ、離れた。
あ、離れてった、もう飛んでた、飛んでちゃったんだ。なんでいなくなったんだろう。あ、旋回が。ダメだ、今回なんかちょっと微妙だな。で、いや、俺ちょっとジェットのいいところをお見せしたいんだよ。ジェットっていいよねっていうね。だからこれ割って、ルインズも割っとこう。よし。で、一回降りてみよっか。一回降りて探してみるのもいい。ジェットどこ行った？ジェット近くには、ね、デビルはあるけど、ジェットはなし。どうしようかな。これデビルだよな。デビルも割っておこうか。でもな、こう、ライトで壊すのってなかなか難しいよね。こう、ライトって微妙じゃないですか。オッケー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 、いいよ。で、最高速も取っておきつつ。なんか今回ちょっと地味な感じだな。ここ行った？オッケー。地下も巡っていきたいところではあるが、まあ、そのままね、このマシンパーツでもいいんですけど。多分これ伝説のマシンパーツでしょ？違う。どうしよう。ジェット乗りてえのに。まあ、あんままルインズ乗ってもよかったんだけどね。もしかしたらなんか別の CPU が乗っている可能性もあるのか。OK？ やべ、ない！あと1分で探さないと。あれはスリック。うわ、ないね。どうしよう。まさかないなんて思わなかった。今なんか通り過ぎたのがもしかしたらジェットっていう可能性が。そうか、同じさ、 CPU が乗ってたらさ、ジェット乗れなくなる可能性があるのか。わー、参ったなー。あ、またなんか来る、またなんか来る。何？ダイナブレードか。俺一回倒してんだよね、なんか。人知れず倒してんのよ。今のはヘビースター。あ、なんかさ、ヘビースターのなんか裏技みたいなの教えてもらったんだよね。だからそれもね、なんかいつかやりたいなーなんて思うんですけれども。お！これ無敵になってる状態でダイナブレード倒すっていうのね、これ。やばい、ない！まさか！そのままライトで行くなんて、なんて地味な。タン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 タカタンタカタン。そうだよね。ちょっと、あー、これはロケットか。くそー。まあこういう時もあります。でもね、ちゃんとね、ジェット、あーね、やっぱ乗られてたのか。同じマシーンが2個出るってことは多分なさそうだから。くっそ、あいつ違う、プランテスか。宇宙ってプランテス？全然関係ないよね。プランテスの宇宙観ゼロだよ。ちょっと俺プランテスについてはね、俺いろいろ頑張ってるんだから絶対勝つよ。めちゃくちゃ負けてるけどね今。やばい、早い、みんなダメだ。今回俺が全然ちょっと早い早い。ひどい。悔しい。単純にパワーアップが足りてないっていうのもあるのか。単純に下手くそだったね今のシティ。あ、でもアイテムはメタナイト。メタナイト来た。メタナイト来た。やった、マジで。おお。翼を広げたメタナイト、今日登場、掲げた剣は騎士の。おい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 、デデデだけじゃなかったのね、こういう隠しキャラみたいなの。かっけー。飛んでるよもう。あ、ウィングみたいな感じか。常にウィングみたいな。やべ、かっこいい。おー、飛んでる飛んでる飛んでる。で、剣も、宝剣ギャラクシアン持ってるから、かっこいい。なにそれ、超かっこいいじゃん。これで、あ、ちょっとサムネを作っていいですか。かっけー。サムネね、これ、俺でも今サムネを作ってます。あ、空飛んでるところサムネにしない？なにこれ、ウィングとソードが常時装備中みたいな、そんな感じかな。あ、でもこう A ボタンのプッシュでなんかブレーキかけてるみたいな、そんな感じだわ。かっこいい。なんだよ、今日メタナイト今日かっこいい。やべえ、クソかっこいいんですけど。絶対強いじゃん、こんな。常にウィングソードカービィ状態。いや、いいね、これさ、これ、あ、ってことはエアライドモードでもいるみたいな、そんな感じか。で、これプッシュが意味ないな。A ボタンを押してプッシュしても、何の意味もなさない。
この右下のこのさ、なんかドライバーの速度表示がまたかっこいいじゃない、これ。やばい、すげえテンション上がる、これ。いいね。なんだなんだ。常にこうやって、上行きつつ、あ、このスピン、スピン。かわいいね。ぐるぐる回る今日もかわいいね。ほらほらほら。見て見て見て。あ、ちょっと添い寝みたいな。メタナイト教と添い寝してみよう。あ、でもなんかこれ、あ、サイコクラッシャーしてんのか。なるほどね。常にデデデとかカービィみたいに横でくるくる回ってんじゃなくて縦回転なんだ。サイコクラッシャー状態ってことね。へぇー、面白い。スマブラとかにもなんか逆輸入しそうな感じもありますけど。わぁ、俺これちょっとさ、あれだ、エアライドモードにも出してえわ、これ。超いい、これ。しかもこう、ちょっと接写状態でね、カメラをかなり近づけて、撮るっていう、このメタナイト鏡がいいじゃないの。いいねー、かっけー。ほら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 、バサバサと、この羽ばたきがまたいいじゃないの。ちょうどね、あの前回のパートでスチールオーガンの裏曲をね、メタナイトの逆襲で出したっていうのもありますし、あー、じゃあエアライドモードでメタナイト鏡が使えるようになったら、メタナイトを使ってスチールオーガン裏曲でやろうよ。まさにじゃない、最高だわ。いや、いいねえ。なんだこれは。ねえ、なんだっけ、またドライブでなんか4時間、1時間ぐらいだっけ、1時間ぐらいやるっていう、なんかクリアチェッカーもあるみたいなんでね、こうメタナイト鏡でひたすら楽しみながらドライブしまくるっていう、なんかそういう感じもやろうよ。楽しい。やべえよ、メタナイト。しかもなんつうの、バーサスデデデを1分以内にやるっていうデデデ大王と違って、いつかこうシティトレイルやり続けてればメタナイト強化出るっていう、その出しやすさもいいですね。はい、ということで、じゃあ今回もね、どん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 シティトレイルやっていこう。